サンマなどの秋の魚が美味しい時期になりました。家でも旬の魚を楽しみたいのに、魚焼きグリルの後始末が気になって使うのをためらう方も多いのではないでしょうか。そこで今回は洗剤を使わずに魚焼きグリルをきれいにするプロの技をご紹介します。家庭で使われている一般的な台所用洗剤は中性洗剤ですが、頑固な油汚れや焦げ付きには不向きのようです。魚焼きグリルの焦げてしまった網や油でギトギトの受け皿は、重曹、セスキ炭酸ソーダ、ぬるま湯で掃除するのがポイントです。まずは焦げのある網の掃除方法です。ポリ袋で約40度のぬるま湯1リットルに重曹大さじ3を溶かして、網を30分から1時間つけます。汚れが浮いてきたらスポンジや歯ブラシでこすり落としましょう。続いて油の付着した受け皿です。桶かポリ袋に約50度のぬるま湯1リットルとセスキ炭酸ソーダ大さじ1を溶かします。こちらも受け皿を30分から1時間つけて、汚れが浮いてきたらスポンジなどでこすり落とします。また魚を焼くとグリル庫内にも油が跳ねてしまいます。グリル庫内は取り外しができないので面倒に感じがちですが、楽に掃除できるコツを見ていきましょう。こちらです。汚れがひどい場合はこの1から4の手順を何回か繰り返します。手が届きにくい場所は掃除棒を使用するのが便利です。掃除棒は割り箸に布かキッチンペーパーを巻きつけるだけで簡単に作れます。汚れたまま放っておかず、こまめな掃除を習慣にすれば時間も手間も省けます。この秋は魚焼きグリルをもっと活用していきましょう。今回ご紹介したこちらのトピックスは、スマートフォンアプリウェザーニュースのお天気ニュースチャンネルから詳しく確認することができます。ぜひこちらからもご覧ください。